ラーフル・ガンディは、インドの政治家。インド国民会議所属。2009年現在、ウッタル・プラデーシュ州アメーティー選挙区選出の、会員議員。ラーフル・ガンディは、初代インド首相ジャワハル・ラール・ネルーから連なる、インド政治会きっての名門一族、ネルー・ガンディ家の出身である。母は、国民会議派の元総裁、ソニア・ガンディ。父は、元インド首相で1991年に、 暗殺されたラジーブ・ガンディである。また、祖母は同じく元インド首相で1984年に暗殺されたインディラ・ガンディである。曽祖,祖父が初代首相ネリュー、さらにその一代前の高祖父モーティーラ・ルネルーも有名な独立運動家であった。兄弟は2歳下の妹にプリアンカ・カバドラがいる。現在見込んだが大学時代に知り合ったコロンビア人のガールフレンドがいる。 ラーフル・ガンディー少年時代デリーの学校へ通った後、デヘラードゥーンにある名門パブリックスクールである、ドゥーンスクールへ入学する。その後デリー大学の聖ステファン・カレッジに入学する。1年後、アメリカのハーバード大学へ移り、そこで3年間在学した後に今度は、フロリダ州のローリンズ・カレッジに移り、そこで1994年に文学志望を取得する。その後にラーフルは、 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジにて開発経済学の分野で哲学修士号を取得したという名前で通っていたとメディアが報じている。その後ロンドンで経営戦略コンサルタント事務所でしばらく働き、2002年にインドに帰国してソフトウェア会社を始め、2003年に正解入りを決意するまでその仕事に就いていた。2003年より正解デビューが噂されるようになり、 この頃から母、ソニア・ガンディーと共に国民会議派の政治集会やその他の公式の場へ積極的に姿を現すようになった。同じ時期にパキスタンへも平和友好の目的ということで訪れている。2004年の連邦会員選挙に立候補し、かつて父らジーブも選挙で勝った地元アメーティー選挙区で当選する。政治キャリアは まだ浅くその政治手腕は未知数ながらも、その血筋から時代の国民会議派リーダーと目されており、インド国内及び海外のメディアから注目を集めつつある。2007年には国民会議派の幹事長に選出されている。2013年には国民会議派の副総裁に選出されている。2017年には国民会議派の総裁に選出されている。 2014年の総選挙を控え、国民会議派内部から首相候補として提案する声もあったが、国民会議派の総裁であり母親でもある、ソニア・ガンディーは拒否。首相候補から外れ、選挙の責任者として各地で活動するものの選挙自体は惨敗に終わった。2019年の総選挙でも国民会議派は惨敗に終わり、総裁を辞任。 2008年2月に訪日し、内閣総理大臣の安倍晋三との会談で、経済連携協定推進などが話し合われた。ありがとうございます。